もうお疲れ様です。今回はイーサリアム、暗号通貨イーサリアムについてお話していこうと思います。イーサリアムがね、ものすごい値上がりをするんではないかなっていう話は随分前からしていましたけども、今回アップグレード、上海が行われるんですね。本日日付は令和5年4月6日です。時間にして17時。まあ、こんなニュースがコインチェックから入ってきました。あ、これビットフライヤーですね。すいません。ビットフライヤーの公式発表ですけども、 今ね、イーサリアムのアップグレードによって混乱が生じるんでサービスを一時的に停止しますよっていう、まあいつものやつですよね。で、このイーサリアムのアップグレードが完了すると、この上海というアップグレードにはね、かなりの意味が込められてるんですよ。それをここでお話しするとめちゃくちゃ長くなるんですけども、とにかくね、一つはガス代が安くなって、ものすごく送金がスムーズになるってことなんで、今ね、NFT っていう概念が、あの、だいぶ実用化されてるんですけども、 こちらの決済にイーサリアムがかなり使われてるんですよね。まあそういう意味で言うと、う市場の実時に合わせたイーサリアムのアップグレードがまあドストライクできてるかなっていうところで NTF の市場が広がることを助けるのかなと思います。特に NFT の中にゴールドっていうのがあるんですよ。デジタルゴールド。まさに金の飲め棒を行ったり来たりするんではなくてデジタルゴールドの保有に裏付けされたいわゆるステーブルゴールドですよね。そういったものに対してゴールドの おナンバーこれを割り当てるといいう形らしいんですよね、まあ、詳しくはその道に詳しい人に聞いていただきたいと思いますが次の記事いってみましょう、えー、次はね有名なウェブサイトですよコインデスクからですけどもイーサリアムの次の大規模アップデート上海とはなぜ重要なのかってことが書かれていますこれは2月10日の記事になりますのでちょっと前の記事ですよねこれ2月10日、まあ、ですんで、えー、次の大規模アップデートつまり本日のことを ね、ここの記事から考えて2ヶ月後のことを、まあ、ここでツラツラとね、お話しくださってます。まあ、ですんでね、あの、かなり参考になりますので、読んでいただきたいと思います。当時のイーサリアム価格は24万円。現在が25万くらいですから、ほぼ横ばいで、この時からずっと来てるってことになります。しかし、今年はですね、イーサリアム15万円でスタートしてるんですよ。15万円でスタートしたのが、あ1月から4月になるに従い、10万円の値上がりをして、まあ、倍とはいかないですけどもね。 え、1十万、十5万から25万まで上がってきたってことなんで、イーサリアムのこのアップデートに大きな意味があることを予感させます。またイーサリアムのアップデートが終わった後、どんな金額にイーサリアムがなっていくかっていう価格予想を各有名サイトでしてるんでね、それを見ていきましょう。AI 分析による5年後の価格予想ってことになってますけども、この一番上ではですね、えっ、ー、と、130万円に到達するんじゃないかなということなんで、今の25万円からすると、まあ五倍、4倍ぐらいですか。 うん、4倍から5倍になるというところもありますし、この次の AI 予測では228万なんで9倍ぐらいですか、うん。で、次の予測でも7倍から8倍ということなんで、まあ、おおむねね、イーサリアムは10倍にはならない。250万とかならないだろうけども、でも話半分で見ても5倍なり3倍なりっていうのは出てくるんじゃないかな。つまり、私が前前から申し上げてますように、イーサリアムの 価格水準ってのはは万円は全然無理なないよってことなんですよで現在のところ最高値54万までいってるんですよね。でそこで大きな決済が入ったんで、えーまあ、100万はいかなかったんですけども過去180日の金額で現在が25万前後だとしたら実は半年前もね同じ水準にいっていてここから利益確定が起きて徐々にまたイーサリアムの実時に合わせたイーサリアムのね、えー、こういうふうな あまあやり取りが行われてきた出来高が出てきたっていうことになりますじゃあイーサリアム一番流行っていた時期を含めるチャートはどうなってるでしょうかはい54万をつけたのが本当つい最近ですよ2021年です2年前ですよねまだ2023年が始まったばかりということを考えると1年半の水準では50万を超えてえ本当にね一方的に伸びていたんですよで一旦下がったんだけども ここをブレイクアウトしてここまで伸びていったということで,で価値的にはねヘッダーショルダーみたいになってるわけですけどもただそこまで急落してるかっていうとそんなことなくって現在でも25万円前後を堅持しているってことになりますね今後もイーサリアムどんどん伸びていくんではなかろうかと思いますけども皆さんどのように思われたでしょうか私はイーサリアムもねあの1月に入ってあの15万から20万の間で仕込んでで20万を超えたらもう 買えなないいんじゃないかなっていう水準ということを決めてましたんでもう今はねいつ決済しようかなと思ってワクワクしながら見てるところですね、はい、暗号通貨イーサリアムやっぱり天才チャールズ・スキンソンさんの作ったイーサリアムと言えるんではなかろうかと思いますそれではまたお会いしましょう